ペンタゼニウムは静電化を持った立ち素化合物イオンで化学式は N5 である。窒素分子及びアジ化物イオンと共に大量にいることができる3つの窒素同素体のうちの1つである。アメリカ空軍が1986年から進めていた高エネルギー密度物質探索プログラムの中で立ち素化合物の系統的な探索はエドワーズ空軍基地に置かれた。 空軍研究所が有毒なヒドラジン誘導体のロケット燃料に変わり得る燃料を求め始めた1998年に始まった。当時空軍研究所の研究者であったカール・クリステは提案された結合構造に基づき N2 回と N-3 から生成できると考えられた5つの直差 N5 構造を選んで合成を試みた。この反応では N5 アスフマイナス6が十分な量を得られ、1999年に NMR、IR、ラマン文光で性質が調べられた。塩は爆発性が高いが、アスフ5より強いルイス酸である SBF5 に置き換えると、より安定な N5SBF マイナス6が得られ、衝撃耐性になり、また60摂氏70度まで熱的に安定になる。これにより扱いが容易になり、 X 線結晶構造解析が可能になる。乾燥復活水素中、低摂氏78度での N2 回とアジ化水素の反応がこれまで知られている唯一の構成法である。N5 は水一酸化窒素二酸化窒素中素は酸化できるが塩素酸素は酸化できない。電子振和力は 10.244EV である。このため N5 は 乾燥環境中で扱う必要がある。フルオロアンチモン酸塩の安定性のため、悲水溶媒での副分解反応で生成する基地のすべての塩の旋具体となる。N5 の最も安定な塩である N5SBF-6N5SBF-5N5 倍と4は、50摂氏60度に加熱すると分解するが、得ることが可能な最も不安定な塩である n 5ス6 N5、B-4 は衝撃や温度に対して非常に感受性が高く0.50の薄さの溶液でも爆発する。フッカモノジ味分けモノを硝酸塩、火塩素酸塩等の塩は生成できない。原子化結合法ではペンタゼニウムは6共鳴構造として記述される。AB2 丁の計算でも実験的な X 線構造でもこの価値音は 平面対称構造で、ほぼ V 字型をしており、中央原子の結合角は111度、二つ目と四つ目の原子の結合角は168度である。N1 と N2、N4 と N5 の間の結合長は1.10、N2 と N3、N3 と N4 の間の結合長は1.30である。ありがとうございます。